我々凸版印刷の関西画像研究所っていうところにいた人間が、今全社員約50名ぐらいなんですけども、そのうちの十数名がその関西画像研究所出身なんですね。で、当時から今我々が使っている eBase という商品データベースソフトウェアの原型みたいなものを作ってたんです。で、その凸版時代に作ったソフトウェアを多くの企業さんに採用してもらってきてたんですけども、その商品データベースの構築の仕組みをもっと効率的にしようというところが実は気がついてきて、なぜ気がついたかというと、メーカーさんと流通さんというところの両方に我々のソフトを当時入れてもらっていると、メーカーさんはメーカーさんで一生懸命写真撮って文字入力をパンチして構成してデータベース構築するんですね。で、流通さんは流通さんでまた物をもらってきて、メーカーさんから商品の撮影して文字パンチをこうしてるんですね。そういう無駄が非常にいっぱいあるので、それをメーカー物の流れと同じように情報の流れも作りたいというので、凸版印刷内で、企業というかそのビジネスモデルの提案をしたんですが、そのビジネスモデルの提案が受け入れてくれなくて、それで、独立してやろうというのが創業の経緯ですね。我々創業時から無借金経営なんです。で、上場初年度から単年度黒字で、ずっと増収増益で、来てますので、一見すると非常に最初から、かなり成功が約束されたような会社に見えるんですけども、創業して最初の、年越えた、6ヶ月目の給料を払うお金がなかったですからね。だから、創業は我々10月なんですけども、2月頃ですかね、一番寒い時期に1時とか2時とかに寝ても2時間ぐらいで目が覚めちゃうんですね。やめなきゃよかった、独立しなきゃよかったなとその頃は思いましたね。そういう意味では今我々、企業としてはサードステージに入ってるなっていうふうに思ってまして、創業時の生きるか死ぬかの時代、それからそこから安定的に利益が出るようになって上場を狙う時のステージ、それから今新興市場ですけども、新興市場に上場した後今から何をするかっていうステージっていう3番目のステージに入ってるかなって思いますね。